タナトスはギリシア神話に登場するし、そのものを神格化した神。夜の女神ニュクスが一柱で生んだ息子、または有名の神エレボスと夜の女神ニュクスの息子。眠りの神ヒュープノスと双子の兄弟である。ローマ神話の死神もルスやルトゥムと同一視される。タナトスを亡者の王やハーデースと呼ぶこともある。マウリシオ・ガルシアーベが タナトス概念的な存在で、古くはその容姿や性格は希薄であったが、次第に柔和で優しいヒプノスに対してタナトスは、鉄の心臓と精度の心を持つ非常な神で、人間にとっても神々にとっても意むべきものとなった。姿は、有力で剣を持ち、黒い服を着た、青ざめた老人であるとも、ヒュープノスによく似た青年であるとも言われる。 寿命を迎える人間の髪を剣で数さ切り取り、冥王、ハーゲースに捧げ魂を冥界に連れて行き冥界の住民とする。英雄の魂はヘルメースが冥府に運び、凡人の魂はタナトスが冥界へ運ぶともされる。太陽はタナトスとヒプノスの姿を見ようとはせず、彼らは大地の遥か下方の奈落、タルタロスの領域に館を構えて住んでいる。または、 冥界の門の近くにあるオネーロスたちが絡まる、二レの巨樹の周りにタナトスとヒプノスは、住むという。サルペイドードオンの遺体を運ぶヒプノスとタナトスホメーロス、イーリアス第十六課では、ゼウスの息子、サルペイドードオンが死ぬ運命にあることを知っていたゼウスは、アポローンに遺体を清めさせた後タナトスとヒプノスの、双子の兄弟にサル、ペイドードオンの亡骸をトロイアからリュキアへと運ぶように、命じた。 フレデリック・レイトン、アルケースティスを救うためしと戦うヘラクレス、エウリーピデースの悲劇、アルケースティスでは、ペライオ・アドメトスの妻、アルケースティスが、夫の身代わりに死ぬことになったが、約束の日の、ちょうどの時に館に来たタナトスは、運命の女神モイラたちを騙して、人間の寿命を変えさせた、アポローンを非難する。タナトスは、アルケースティスの魂は奪われると、 アポローンから予言されても聞く耳持たず魂を連れて行こうとするが、アドメトスの友人ヘイラクレースが館を訪れ、事情を知るとアルケスティスの魂を力でもって奪い返した。またシーシュポスがゼウスの怒りを買った時、連行しようとするタナトスを、シーシュポスは罠にかけて捕らえた。そのため地上の人間が死ななくなり、これに気づいた軍神アレースはタナトスを助け出し、 名会に連れて行った。ヤチェク・マルチェフスキ、タナトス・アイ・イソップ・グーは、133、ヤブ医者では、ヤブ医者に、お前は明日には死ぬと言われた病人の男が回復し、その後、ヤブ医者に会った男は、名会で、タナトスとハーデースが、最近人が死なないのは、医者のせいだと、怒り長面に、医者の名前を書き出していましたが、私はあなただけは、言われのない罪ですと言っておきましたと話した。 同七78老人都市では、老人が滝木を担いで歩いていたが、老人は疲れて荷物を下ろすと自暴自棄になって死神に呼びかけて助けを求めた。すると本当に死神が現れ自分に何か用かと尋ねると老人は慌てて荷物を持ち上げてもらうためですと答えた。アイリアノス、ギリシア祈願集第2巻35は首都。 眠りは兄弟なること、ゴルギアースの死において、レオンティノイのゴルギアースの裁判年、体は弱りいつの間にカウトとする状態で、病床にあったとき、眠りの神は私を兄弟神に引き渡し始めたと、親友に言った。一説には、霊帝と兄弟であるとも言われる。また、ヒプノスとタナトスの兄弟は後に、ドイツにおいて、ザントマンとその弟の死神のモデルとなった。 ギリシア神話でのタナトスの役割から、ジークムントフロイトは、攻撃や自己破壊に傾向する死の欲動を意味する用語、読、トディストリエブを作った。ありがとうございます。